45, 40 cents. Okay. 45, 40 cents. Okay. Oh. Tiger prawn 40. Uh-huh. Yeah, tiger prawn 40. Long shank 40. Oh my goodness. Wow. ノーキュー。わあ、来た。ファミリア。あっちに食べるとこがあんねや。そうそう、あっちにファミリアタンドリーチキンっていうのがあって、これ何やろうと思ってたけど、どっちかが偽物なんかなと思ってたけど。ああ、入っていた、入っていた。なるほどね。でもこれ、モルタバじゃないね。です、モルタバ。です、モルタバ。あ、モルタバ。なんかチキンとかチーズとかいろんな種類がある。へえ、うん。これモルタバじゃないよね。モルタバも頼んだらあると思う。ほんま？これモルタバじゃないと思う。ほんま？ああ、なるほど、こんな感じなの。あ、これモルタバのあれや。ほんまや。ああ。どうする？このメニューを見て。ああ、これメニューね。ああ、モルタバね。これすごい。うわ、これうまそうやな。なんか、ナシカンはここで頼んで、ムルタワとかは座ってから思ったの。あ、そうなんや。あ、オッケーオッケーオッケー。かな、多分それあんまり聞き取れへんかったけど、多分そんな感じやった。ムルタワや、ムルタワ。ああ、でモルタバ持っていかはるわ。ああ。Lamseng is the Power Ranger. Okay, one. Kuah panjang, capu-capu. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Jepun. 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 Woo yo. Really? Hokkaido. 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 Sayur. 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 Cabbage. Jepun. Thank you. あれ、当てる？何番やった？ 95? AB が高いんじゃない？タイガープラウン40。タイガープラウン40。ロングシャンク40。Oh my goodness. ボンゴイゴイゴイ、レッツゴー、レッツゴー。Thank you, thank you, thank you. Where are you coming from? Japan. Japan, Japan. Yeah, thank you.
え、モストエクスペンセブ。ちょっと2ディッシュが、これが、this one is 42. チョイストラン？あ？チョイストラン？チョイストラン？じゃない。え、びっくりした、私19かと思った、19。そう、うん、え、ほんま？まあまあ仕方ないって、because we order タイガー。でも、ナシカンでそんな高いのはエクスペクトしてないじゃん。いや、タイガープラウンが高いよな、タイガープラウンで。見とけ。ワオ。一日のご飯の予算がもう終わった。どうした？ショック？もうマレーシアに慣れたからそんな高い値段を受け付けられへん。ミネラルウォーター。ケータリ？ケータリ。Thank you. Do you have a mozzarella cheese one? Mozzarella cheese? Cheese. Cheese mortaba. With the chicken. Chicken mozzarella cheese. Yeah. Thank you. 頼んだな。チキンモッツァレラモルタバ。そう。ショッキング。ちょっとショッキング。ベリーエクスペンシブやったから。いや、エビがさ、高いとかは分かるけど、うん、で1個しか頼んでないで、1人前やで。ああ、92。でもこれって、more than 2 person。この2 king and queen、king and queen 頼んだから、ラグジュリアスなんですよ。Okay. I think it's normal.まあね、でもなんか、でもシーフードレストランで頼むと、なんかシーフードやなって思って頼むけど、ナシカンとして頼んだから、ショックが大きくて。俺らはキングプラウンとかラムシャンクとかを頼み慣れてないから、うん、値段の相場はまあ分かってへんと思う。これが高価なものっていう認識がちゃんとあれば、あ、高いもの俺は私たち今から頼むんやなっていうのが分かるから、そうやな。あんまりこの人たち頼んでへんと思う。ほら、あんまり、ああ、Thank you。Thank you。まあまず食べよう。どんな味か。はいはい。レッツイート。まあ確かに大きいな、これは。これは大きいな、確かに。やろう。これハーフキロ以上。まやな。それは高くてしょうがないか。That's why it's expensive。オッケー。ああ、これキングプラン。わあ、すごいな。大きいな。めちゃくちゃ大きいよ、これ。That's why it's expensive。美味しい。クワバンジュチャプチャプ言ったよ、でも、ハッピー。やっぱ食べたらご機嫌になるな。大きいのやむの、これ。おやむの、ジャンボやむの。いいチキンやな。フレッシュフライ。フレッシュフライ。熱い。パナス。はい、熱い。これはラグジュリアスなシカンダール、モストエクスペンシブなシカンダールやね、俺らの人生の中で。もういっぱいついてるわけだけど、シカンダールステイやね。それは高いな。それは高いでしょうね。もうカニみたい。いやー、これは、オーマイガー。キングオブシーフード。マニス。フレッシュ。どうやって食べるのこれ。どうやって食べるの
そのまま行く。なんか海賊みたいじゃない私。海賊。うまいな。はい、ジミー。こんな姿見られた。こんな姿見られた。恥ずかしい。Okay, this is mozzarella cheese chicken murtaba. あれ感想はオーネスレビューのチーズムルタバー、私らが作ったやつの方が美味しい。ああそうああそうか、あれ美味しかったもんな、こんなもんなんかな。ああそうか、うん、うん、美味しい。ちょっとエクスペクテーションが高かったかな。ああそう、うん、オッケーオッケー。あ、でも、very hot. うわ、チーズがすごい。中こんな感じ。何が入ってんやろな。玉ねぎとか卵とか。ああ、like eggs. Mostly eggs. でもなんか、ミートはあんま感じなくて、卵ばっかり。ああ、OK、OK。ダルイスクダル美味しい。あ、分かる分かるちょっとプロテインがあんまりちょっと感じないかな。チキンがちょっと俺らが作ったのがちょっと良すぎた。メガモルタバあれもう 100% オーガニック、あれを食べてしまってるからモルタバのイメージがかなり、そうそう、これも多分ノッバッドはずや、これもすごい美味しいレベルのムルタバのはずやの、これ多分すごいスタンダードなムルタバやと思う。多分マレーシアの、ね、コメントでもあったやん、 You be disappointed in Malaysia みたいなコメントがあったやん。フィーリングも自分で決めれるやん、クッキングしてたらチキンいっぱい、チーズいっぱい、ないっぱい入れれるけど、それは仕方ない。多分ビジネスだから、それはコストも抑えなあかんし。
チキン。チキン見つけた。あ、ごめん、チキンじゃないわ。ムルタバやった。This is ムルタバ。ムルタバどうやった。どうやね。Yeah, this is どう。Mostly egg and I can't find the chicken. I only see the eggs, onion, and the cheese on top. This is cheese. And that's it. Yeah. I think this is Malaysian style. 絶対ベターワンがあると思う。あ、そうか。うんうんうん。もちろんそのめっちゃお肉が入ってなくても美味しいやつ絶対あると思う。うん、うん。うん、まあ、Please watch our video when we made murutaba. It's quite different from this. But I think this is standard murutaba in Malaysia. Yeah, we shouldn't compare our murutaba. これ高いでしょ。これラム、ラムやもんな。ラム高いからな。こんな大きいラム初めて見たもんな。そうね。でも美味しい。こういうジャンボなラム食べたいっていう人はやっぱここ来たらすごいエンジョイできると思う。ちょっと食べますよこれ。これってやな、すごい肉がすごいいいタイガープラウンやと思う。バウンシーでジューシーでかなり新鮮やから、それは高いかなって。 Maybe this is 42 ringgit。ボスのクワバンジルがちょっと少なかった。ああ、そうなんだ。あ、食べると。ドライバーさんにどうやってシーフーが。ああ、そうだった。だから、It's our fault. We are tourists. Okay? We can never be Malaysian. Okay? うん、でも美味しいよ。Lam Shang. I am Kampung. Ah, you're a Lam Shang? Yeah. Is it expensive, right? Yeah. Yeah, because my this Lascanda, 92 ringgit. Ah, yeah. Is it normal? Normal. Oh, is it? Yeah, normal. Oh, because I order King Prawn, this Lam Shang is altogether 92 ringgit, so it's yeah. Normal. Yeah. Ah, okay. Yeah. Sorry. Oh, sorry. Enjoy. Yeah, right. Thank you. Oh, it's normal. If they say normal, it's normal. That means we are not normal. Okay? Maybe they are rich people, you know. Normal to rich people. For too many for two people. Yeah. このお肉の質と量を考えると、例えば、他の国に比べるとめちゃくちゃ安いと思う。ああ、そうか。うん、そうやな。まあ、香港でこんなエビ1匹200香港ぐらいする。そうやな、うん。だってミートネバーエンドやで、これ。うん、まあ、だから値段は別に盛られてるわけじゃない。ああ、そうやな。うん、盛られてはいないけども。そう、ノーマルと思うよ、値段は。うん、でも私のポイントは、メシカンダーっていう食べ物にこれが必要かどうかってこと。ああ、そうやな。うん、うわあ、やっとボーンが。これはお値打ちかもね。This is very reasonable. あの、ここってウィキペディアによると一番古いナシカンダーやらしい。あ、そうなんだ。なんかイミグレッセンって聞いてたけど、ウィキペディアで調べたらここが一番古い。あ、オールですナシカンダー。そう。だからやってきたの、今日ここに。トラディショナルなのかなと思って。トラディショナルなナシカンが食べたかった。ああ、素朴なな。そう、だからここにやってきて、この一番古いとされる人気のお店、どんな伝統的なんやろうと思って来
たからちょっとショックが起きた。なるほどな。最初からこれが名物って聞いてきてれば別に何も思わない。ああ、そうかそうか。あのここってラムシャンクがすごい有名な雑誌館やねんでみたいに聞いてきてたら、あ、じゃあ別オーダーって感じか、あ、まあこんなもんかって感じだと思うけど、うん、私がリサーチしてここが一番古いって聞いたから、うん、そのトラディショナル感を味わいたかったけど、だからちょっとショックやったかな。なるほど、ね。うん、でも値段で言うと他の例えばヨーロッパとかアメリカとかあ分からへん日本とか、うん、でこのエビとかラムシャンク食べたらもっと高い。うん。だからコンペアとアダカンチスティーブリーズだ。なんかこういうファンシーなナシカンダーが食べたいって言ってここにやってきたら大満足だと思う。で、私はファンシーなものじゃなくて素朴なトラディショナルなものを探してたから、まあリサーチ不足だったかな。でもパッてカウンター見たらバンって置いてあって、わーすごいなと思って頼むやんか。 Thank you. Eating. Thank you. ムルタバテタリやウォーター、これは普通の値段やん。Thank you very much. Terima kasih. 18.95.40 plus 18.90. Nice to meet you. Thank you. Okay. Did you enjoy? Enjoy? Very spicy. Selfie? Very spicy. Where you from? Or are you from? No, I'm from Alostak. We are from Alostak. We are from Sarawak. Sarawak. I saw in YouTube you're in Penang, so I come. I order the lam shan, and I order tiger prawn. Oh, tiger prawn, that's right. And but I think I ordered too much. And then it was like 92 ringgit for one nasi kandar. Yeah. But is it normal price? No, because of the tiger prawn and the lam shan. But local people order lam shan and tiger prawn? Sometimes. Okay. So if you order nasi kandar, if you lam shan, tiger prawn and sotong, you better check the price first. Check the price. So first. You agree on the price, then you can. Because we didn't check the price. Yeah. Nasi kanda, tiger prawn, sotong, expensive, sweet. Okay. Because we were shocked. Yeah. But next time we will ask the price first. Sometimes we get shocked too. Are you in the shop too sometimes? Sometimes. Oh, really? So the price is up, so a bit short. Yeah. We experienced that too. I thought because I'm the tourist, that's why. But you in Malaysia also get a shock as well. Yes, we do. Now I feel the same. Same feeling. I feel you. Feel me? Okay. Thank you so much. Okay. Yeah. Enjoy. Take care. Yeah. Take care. Okay. Wow, so many people. Oh my god. Just look at it. Let's have a look. Oh my god. Sometimes she gets shocked too. Wow. And it's too spicy for her. Are you Malaysian? Oh. Sarawak people が Penang に来たら。Depends, right? Depends. There are strong people. Yeah. Let's look at this line. Hello. Hi. Well, very long queue. Ah, long queue. Yeah. Are you going to eat? Yeah. The lam shank very good. Lam shank. Big one, very good. You already tasted. Yeah. Enjoy. So we had nasi kandar and murtabak at Hamidia restaurant. And we ordered a tiger prawn and a huge lam shank. Yeah, we didn't check the price first. That's our fault. Yeah, that was our fault. So yeah, big lesson for us. So ne. Yeah. The reason why we made a mistake of ordering two very expensive protein is because we were so used to the reasonable price in Malaysia.
30 ringgit 30 cents. We haven't been asking for the price before we purchase in Malaysia, but for food basically. And but according to the Abang just now, he said must check the price. So it was, that's why we made a mistake. So next time when we see something very big, like that kind of crazy big meat or big prawn, we will ask the price first. But still, that big lamb shank, 42 ringgit, is very reasonable compared to like the US or Hong Kong or... Yeah. If you have that in other country, yeah, it will be 2 times, 3 times more expensive. But yeah, this restaurant provides very good food. Murutaba, please watch the video when we made a mega murutaba. You can also read the comment on the video too. We made a very, very good murutaba and it was very, very delicious. Yeah. So it was before traveling to Malaysia and we wanted to try the real one in Malaysia. And finally, it was a time to try for the first time in murutaba in Malaysia. I ordered chicken mozzarella cheese, but I didn't find any chicken inside, but I think it's the basic standard murtabak in Malaysia, I think. So please let us know what you think in the comment. Thank you very much. Thank you. Okay, bye-bye. Good to see you. Have a good day. Bye-bye.